ダメダメダメ、無視ダメって言ったじゃん。相談する人迎えに来たの。拒否しようとしたんですけど、そしたらお前じゃなくてもいいんだぞって叱られて。 You can speak up in whatever way that you can when you're ready。 だから女優なんかやめろって。コーヒー頭にぶっかけてやればよかった。私らのことバカにして。みんなありがとうじゃあいただきます。いただきます。はい、では本日の高橋博之のシネマ館配信も、素晴らしい映画監督とお話しさせていただきたいと思います。まずは自己紹介のほどお願いいたします。あ、もうこれもう見えてるってこと。はい、見えてます。初めまして、はい、初めましてではないっていうことだったんですけどね、はい、高橋さんとは、はいはいはい、映画飢えたライオンという、はい、私が2018年ですかね。はい、そうですね、今、うん、データがありますか。はい、元町映画館で、はい、はい、で、あの、ご挨拶させていただいたということで、はいはい、そこから、はい、あの、まあ、映画をベースに活動はしておりまして、はい、まあ、今回初めて初監督ということで、はい、ブルーイマジンという映画を、はい、監督しました、松林うららと申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いや、緊張します。緊張する。はい、高橋さん前ね、お会いして、ね、そんなにやっぱり、あの、はい、どっちかというと、監督と、とは気やすく喋れるんですけど、はい、やはりこう、女優さんとか俳優さんになると、やっぱりちょっと緊張するというか、ね、その時画面越しでも緊張がある。今もまたちょっと久々なんでね、あの、あやっぱりこう、監督になれたんで、ずっとこう、ずっと上り調子で行かれてるんで、いやいや、とんでもないです。気安くお話ししているのかどうなのかとか、すごく緊張しながらですけど、もうありがたいです。本当は。いえいえ、とんでもございません。ね、はい、ということでね、今の、まあ、東京の方では公開やってまして、まあ、それと切り替えっていう形でね、はい、また関西の方公開が始まるんですけども、はい、ブルーイマージンということでね、はい、簡単にあらすじのお願いいたします。あ、私があらすじを。はい。はいなるほどなるほど。私あんまりあらすじするのうまくないんですけど、いやいや私もうまくないんですよ。そうですね、まあ、ブルーイマージン概要的に、ね、言っていただく、まあ、概要としては、まあ、はい、本当に今タイムリーな話題といいますか、はい、まあ、そのキャッチコピーでも声を上げようっていう、はい、あのキャッチコピーがあるように、まあ、女性たちの連帯の映画ですね、はい、はい、あの核としてはその性被害や、まあ、そういうハラスメントだとかにあった、はい、まあ、心に深い傷を持った方たちがこう、まあ、駆け込み寺のようなところに集まって、はい、まあ、あの個人だったものが子だったものが団体になってこう、はい、声を上げていくっていう、あの、はい、まあ、救いや希望のあるラストになっているような作品にはなっています。はい、そうですね、あのこの、ね、うん、ブルーイマージンというのはこのみんなが集まってくる場所の題名ですね。その場所が題名になっているという、はい、シェアハウス、はい、まあ、駆け込み寺のような環境ですかね、はいはい、その名前がブルーイマージンという施設、はい、施設かな、うん、シェアハウスかな、うん、なってます、はい、そういうお話でね、あの、はい、本当に、まあ、あの今リアルタイムの話も入ってますし、まあ、今までその描かれてなかったことっていうのが描かれてる作品かなっていうのがありますけども、はい、あの監督がね以前出会えた蒲田前奏曲、はい、これもちょっとハラスメント的な要素をね、うん、扱ってましたよね、
そうですね。はい。蒲田前奏曲が公開されたのがはい。2020年だったんで、はい。本当にコロナ禍に丸はい。かぶりだった時はでい。はありますが、はい。まあ、その前の年かな、2019年でしたかね、企画して、初めてプロデュースした作品があって、まあ、やっぱり、自分、私も俳優として、女優としてか活動していく中で、見てきたこと、聞いてきたこと、経験してきたことっていうのを、俯瞰してじゃない、俯瞰してですね、こういった憤りだとか葛藤を、作品にして昇華したいっていうことがきっかけで作った、蒲田前奏曲っていう映画がありまして、これは結局、結果オムニバスになっちゃったんですけど、4人の監督、中川龍太郎監督、秋山真由監督、あと安川優香監督、と渡辺博文監督という、ちょっと異色なメンバーが集まった映画にはなってるんですけれども、やっぱハラスメントだったり、女性の生きづらさですかね、そういったところも含めて、いろんな角度から視点ですね、散らばめて作った映画でした。それなんだか、私はちょっと三つ目の話が、三つ目は安川監督でしたっけ？安川優香監督ですね。ですね。あの作品のちょっと、こう流れを、この作品はちょっと継いでるって言ったらおかしいんですけど、あの辺の話をこう膨らましたっていうか、っていうイメージもあるんですけども。そうですね。やっぱりその蒲田前奏曲、4番目を見ていただいていたらお分かりの通り、このままでは終わらせられないっていうことも ありまして。やっぱり渡辺さんの作品ももちろん私は大好きなんですけれども、やっぱりその3人の監督の、バトンを引き継いだ気持ちで、やっぱり蒲田前奏曲って名前もある通り、あれはやっぱ前奏曲だった、やっぱバトンを引き継いで私が監督するのであれば、やっぱりこの、ブルーイマジンにつながる要素としては、すべてには散らばってはいたんですけど、高橋さんがおっしゃる通り3番目の、割と直接的な表現ではあったんで、もっとより直球に、ブルーイマジンは、ですね。これくらい直球に表現しないとわからないかなっていうところもありまして、で、私が監督しようって思いました。なのね、そうですね、ずっとね、女優さんでおられて、そしてプロデューサーになって、で、今回はもう監督っていうね、この段階っていうのが、今作で、どうですか、プロデューサーだけじゃなしに、やはり監督賞というのは、どうですか、内容的な部分があって、そう思いはったんですか、どうなんですかね、気持ち的には。そうですね。でも監督は、実は本当に小さい時からずっと憧れていた存在だったので、私はキャリアとしては、モデルから入って俳優としてキャリアを積んできましたけど、やっぱりベースとして映画が好きっていうところが、やっぱりどうしても根強いというか、本当に小さい時から、映画好きな両親に育って、常に何かの映画が家で流れていた、上映されていたみたいな、環境があったので、やっぱりいつか私、自分の、自分目線のだけじゃなくて、いろんな好きな映画がある中で、こういった映画があったら、今日本にない、日本というか世界で通用するような映画を作りたいなというのはずっと思ってたんで、やっと、プロデューサーを経験してよかったなというところありますなるほどね。ね、なるほどね。で、まあ、今回もちょっとこう役で出られてますけども、なんかその役どころもやっぱり監督っていう立場があったからこの役なんかなと思いながらね、ちょっと相談役みたいな ね、役で出られてて、逆に言えばこの映画の監督としてもこう、みんなの相談役じゃないけど、なんかそういうね、位置にいて、逆にこのダブって拝見させてもらって、ありがたいです。主役にならない、準主役でもない、ここの位置だっていうのが、
すごいなと思いますけどね。いや、ありがたいです。いや、本当はやりたくなかったんですよ、役あ、者は。まあ、なんですけど、まあね、いないっていうところもあったし、その、まあ、予算上とか、ここの役をじゃあ誰かに当てはめるのであれば、まあ、自分がやった方が一番、わかりやすいというか、面白い感覚でしたけどね、やっぱり俳優だし、ベースが。なので、その監督をやりながらっていうのは、他のね、俳優さんたちにも、ちょっと戸惑いを与えるかなと思いきや、やはり皆さん素晴らしい俳優さんたちだったので、本当に高橋さんがおっしゃるように、相談役みたいな形で、でもカメラが、カットかかったら、監督、これどういう意味なんですかみたいな、そういうのが始まるみたいな、すごい、感覚としてはありがたかったですし、皆さん、面白い感覚で作らせていただきました。だから、ね、いろんな登場人物がいる中で、監督自身がここの位置になったってすごい拝見して、すごい説得力があったというかね。本当ですか？いや、よかっこたれというだか。から、別に、どうですか、主人公さえとも、変な話、いいわけじゃないですか。自分の思いを伝えるには、ね、今、蒲田の時みたいに、ちょっと主人公みたいになってもいいのを、あえてしなくて、で、またその準主役のところもしなくてって言ったのが、すごく良かったなっていう、逆にね。どうですか、主役的には、それは思わなかったわけですか。いや、私、あんまり、なんて言うんだろうな、その俳優さんって、まあ、プロデュース、自己プロデュースするときって、ね、結構、主演になりたがる方も多いんですけど、私はあんまりそこまで、まあ、俳優ではあるんですけど、出しゃばりたくないっていうか、なんて言うんだろうな、あんま前に出たい人じゃないんですよ、本当は。そうですか、そうですそうか。なんですよ。だから、やりたくないけどやってるみたいな感覚がちょっとあって、ただ、まあ、演技の面ではすごく、好きだし、みんなで作っていくものだから、そういった意味でも、主演の山口真由さんが、やはりこう、本当にノエルという主人公を葛藤して、悩んで、一緒にディスカッションして作り上げていったっていうところがすごくあるし、私も伊地知代っていう相談役にすることで、なんか新たに、辛い経験を共有するじゃないけれども、なんか、一歩その先に私の役、道代っていう相談役を演じることで、なんかその、ノエルという、今、被害者だったっていうところの、なんて言うんだろうな、もっと上にっていう言い方あれですけれども、先を見なきゃいけないっていう、なんかそこが、この映画を作った、いいところだったんじゃないかなっていうそうですね。なるほ感どじね。はありますね。内容的にも、私もちょっと、映画業界かじってるので、分かる部分がありながら見たので、その一般の方が見たときに、分かりにくいところもあると思うんですけど、でも、覗き見趣味でもいいんで、見てほしいなっていうのが、いろんなそういう映画制作の裏側ですね、ある部分ね、それも分かるし、わかりました。分かりますね。で、記者会見とかもいろいろあって、その辺が前なし、面白いかなというのがあって、で、その時のその女性の表情が、ちょっと蒲田前奏曲の時の表情と違うかって、なんかそこが逆にリアル感っていうか、ありましたね。それは居酒屋のシーンとかってことですか？その記者会見ので、記者会見のシ意ーン。見ね。でも、その居酒屋のシーンとかも、すごくいろんなエピソードが、納得できるエピソードであって、もう皆さんに今ちょっと話題になってる話ともちょっと一致してしまうかもわからないんですけども、そこをより一層、逆に分かりやすく、表現してるなっていう
ね、ちょっと映画が時代に追いついたのか、時代が映画に追いついたのか分かりませんけども、まあ、そういうのも思いながら拝見させてもらったので、本当に、題材としてはすごく真剣な題材で、真剣に考えないといけないんですけど、まあ、映画としては、まあ、面白いっていうかね、うん、本当はあの、はい、フィクションであれば面白いんですけども、はい、あの実話を元にしてるから、もうその笑顔で楽しめないですけどね、うん、まあ、あの楽しめない、逆に言ったら面白さはあると思う。うんうん、こう言葉がね難しいんですけどね、面白いですね。リアルとフィクション、まあ、うん、でもフィクションだから、メタな世界で、まあそうですね、うん、フィクションだからこそできることがあるなって思ったので、はいはい、まあ、あのまだこれから見ていただく方には、はいはい、まあ、でも結構取材とかでも言ってしまってるけど、取材じゃないや、記者会見のシーンとかはね、はいはい、ああいうところはやっぱりこう現実ではできないかもしれないけれども、うん、まあ、夢のような世界でもありますし、うん、まあ、私がこうだったらっていう、そのじゃあ加害者に目の前で、うん、あの、あれができるかって言ったらできないと思うけど、でもやっぱりこう、うん、映画というあの芸術に昇華するにあたって、うんうん、あのできることってやっぱあるし、私としてもこう成長、映画とともに成長して変化していくっていうことができたんじゃないかなって思ってます。うんうん、ね、はい、本当に小山もいろんな話をすると全部ネタバレになっちゃうんで、本当に単に本当に見てほしいなっていうのが、ね、ありますね。ありがたいですね、ね、そうやって言っていただいて。はい、で、あの、はい、この出てはる俳優さんも、このミニシアター系を中心に公開されてる、うん、映画のね、よく出てはる人が、なんか集まったっていう感じで。集まってる。うん、で、あ、この方、前これ出てたよねっていうのを、私自身見ながらね、はい、あ、見た見た見たっていう感じで、はい、楽しめる作品でした。多分皆さんも、まあ、そのミニシアターが好きな方が見ると、そういう感じで、ちょっと、ミニシアター系の作品としては、ベテランやんっていう方が集まってるなっていう感じでね。特にそうですよね。男性、あの、キャストさんは、うん、はい、あの、ああっていう人が、はい、方がいっぱい出てますもん ね、あの、渡辺監督も出てますし、渡辺監督もカメオ出演ということで、ね、松葉出てますしね。で、あの、まあ、加藤新介さんの役もこれね、はい、見ててちょっとイライラするとか加藤さんは本当に素晴らしい俳優さんな、うん、まあ、皆さん本当に素晴らしい俳優さんなのは前提なんですけれども、はいはい、加藤さんは、あの、私も結構こう、今回のグルーイマジンで、まあ、割と本当に取材が多く入ってきてるんですが、はいはい、まあ、新聞記者さんに、あの、取材に行くと必ず、いや、加藤さんみたいになってないですか、ね、大丈夫でしたかみたいな。こういった記者見ましたとか見たことない、ね、まあ、すごい、面白いね、もう第一声が加藤新介さんの話題になっていますね。はい、もう私も見ながらね、まあ、いるんや、まあ、いう人に会ったことはないですけど、おるんやろなっていう感じで見ましたね。いや、すごい加藤さんが、まあ、あの、もちろんすごい、あの、私が初監督っていうこともあるし、はい、あの、なんだろう、まあ、でも加藤さんが用意してきてくださったものと、私が、あ、こういう風にしたらもっと面白いシーンになるんじゃないかなっていうので、こう、はい、はい、はい、あの、演出の面白さをちょっと感じたシーンではありました、あのワンシーンは。はい、はい、その辺もみんなね、あの、見てほしいなと。多分そこも楽しめるシーンだと思うんですよ。はい、そうですね、なんかね、うん、オランダでこの映画、あの、1月に、はい、一番最初に上映したんですよ、はい、ロッテルダム国際映画祭っていう。はい、で、そこで私も現地に行って、やっぱりその現地で一緒に見たんですけど、はい、割と笑いが起きたんですね。はい、やっぱ、あの、男性キャストさんの、まあ、加藤さんのとこもそうですし、はい、ラーメンのところとかも。うん、なんかやっぱ笑っていいとか笑っていいなって思いました。そうですね。そうですね。うん、そうです。こういうね、だから、笑ってはいけない映画ではないんで、あの、本当に。笑ってほしいですね。ね、笑ってもいいと思う。私も割れちょっと微笑というか、はぁ、はぁ、それで笑ってしまいましたよね、うん。ブラックジョークも結構、まあ、かなり入れてはいるんですが。はい。はい、で、あの、映画監督を役をやってますね。品田さんね。あ、品田君。ね、もうお会いしたことあるんでね、そのイメージがあって、あの、ちょっとギャップがあって。あ、
そうですよね。品田さんはだから本当、ね、ご自身は本当にもう優しくて、もう虫も殺さないような優しい人物ではあるんですけれども、まあ、彼はやっぱこう、飢えたライオンという映画で、はい、です私ね。が主演した飢えたライオンという映画で、主人公のひとみちゃんを犯してますし、まあ、復讐です、今回は。なるほどね。そういう見方もあるね。だから、はい。監督が出られた作品をちょっとつなぎ合わせてみると面白いかもしれないね。そうすですごい、ね。サーガになってるっていうね、このね。はい。復讐なんで、ひとみちゃんの。なる あ、そういう全 方ね。然、そうでああ、すよ、これちょっとは。それを期してみても面白かったと思はい。いますね。まあ、そうですね。いろんな話を聞くと、これはやっぱりいろんな見方ができて、やっぱりエンターテインメントですね。楽しめながら、ちゃんとそうで問す題ね、にまあ、エンタ向ーテかイい合メンう。トとして、やっぱ社会性はやっぱり必ず私は入れるべきだって思いますし、まあ、社会の映し鏡だとも思ってるから、映画っていうのは、まあ、私がこう、なんだろう、おこがましいですけどね。だけど、うん、まあ、なんだろう、映画界に一応こう、存在してきた中で、やっぱりこう、私ができることっていうのは、まあ、考えていきたいなっていう中で、まあ、楽しみながら、エンタメにしながら、やっぱちゃんとしっかり考えなきゃいけないなと思います。問題は題材は硬いですけども、映画はまあそういう、ちょっとにこやかに、すっと考えられるっていう感じでね、見たらそういいですね、だいぶ、はい、優しくしました。ですね。そうですね。だからまあ、こうその、ある部分、そういう映画にかける青春映画的な、ね、要素もありますからね。だから結局、それがまあ壁にぶつかって。ってしまうというか、そういろんな問題にぶつかってしまうという、ね、流れで見ていただくとね。はい、だいぶ優しく自分自身も殺してやりましたね。うん、逆に今からの映画業界に入ってくる方のためにも、ちょっとこういうことも知っとってねっていうね 見本的な映画になるか分かるですよね。うん、そうですね、まあ、映画界だけじゃなくて、なんかこう、私社会は全体ですね。そうですね、まあ、まあ、人類の未来でもあるし、まあ、最後の、エンドロールが流れるシーンは、やっぱり、救いや希望がある終わりにしているし、まあ、優しい気持ちで映画館を出てもらいたいなっていう気持ちがあったので、はい、すごく個人的にはいい映画になったなって思います。これね、合作なんですね、日本だけじゃなしにね、そうですね、ね。フィリピンね。フィリピンと、まあ、後からこうシンガポールも、入ってきてくださって、まあ、フィリピンの、俳優さんがご出演していただいてる、そこもすごく大事なところですそうね。ですね。だから、あんと考えると、わずかですけど、そういうその民族性の問題もちょっとはい。入れてるっていうね。ああ、そそううでですすね。ね。外国人差別だったりだとか、まあ、群像劇にしてるので、映画界とか、そういう芸能界にいる子だけじゃなくて、ですよね。はちみちゃんって、その日高菜々美さんが演じてる方とかは、スポーツ選手だったり、まあ、裏です設定ね。がいろいろあって、あと、ゆりなちゃんも、北村ゆりさんが演じてるゆりなちゃんも、パパ活の、問題だとか、まあ、ちょっとふわっとはしてしまってる部分はもちろんあるんですけど、まあ、群像劇としてこういろんな人を要素としてキャラクターに落とし込んでいくっていう作業は割と大変だったけど、頑張ってよかったなというか、いろんな人を入れてよかったなとは思っそのて辺もます。だから入ってるから、まあ、それね、それもそれでよかった、プラスでよかったなと思いましたね。あ、ありがとうございます。これはステファニーさんとおったんです、違う作品で。フィリピンパブ城の、そうはい、です。で、ちょうどそ海の、学でね、したっ後け。にアジアン映画祭のなんか授賞あ、式に行きはったって、後で聞いて、で、後はい。あ、でステそファニーう。さんに、ブルーイマジン、実は見てたんですよって、お会いした時話ができなくて、後あ、でメッセンジャーで、実は見てました、すいませんって言って。そうだったんですね。そうですね。大阪アジア映画祭で、この間、ありがたいことに、そうですね。ジャパンカッツあれでしたアね。ワード、スペシャルメンションをいただいて、私は大阪人いたんですけど、あ、そうフですロンか。ティングいなくて、なるほど。で、いきなりステファニーさんから、
もらったよってことごね。連絡ありまして、取ったよっていう、ちょうどその日にお会いしたんで、なんかすごあ、くそうなんです。縁教を員感じさんて。が、賞を受け取っていただいたというありがたいのですが、でもそうではい。すね、ブルーマリンも上映的にはね、1日だけですよね、アジアンでね、やったんね。そうですね、東京の公開が決まってたので、ちょっと一日ですね。に、はでもい。それでね、受賞するっていうのは、すごく印象を与えたんですね、皆さんにね。いや、申し訳ないですね。でも、オープニングは私、オープニングまではいたんですよ。そうなんですか。わかりはい。で、今回、大阪アジアン映画祭も、私もすごく馴染み深い映画祭はいでではあすりますね。けど、はい。テネメントっていう、細田佳彦さん、お兄ちゃん が出演されてる映画が、大阪アジアンでも、ロッテルダムでも一緒だったんですけど、はい。すごくご縁を感じる。はい、お兄ちゃんもいたっていう。ぜひともね、そういう大阪の冠もついてますからね、関はい。西の皆さん、ぜひとも見ていただきたいと思いますが、最後になりますけども、メッセージの方よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もう時間だったんですね。だいぶね、ごめんなさい、内容に触れると、ちょっと、あれ、メイキング的な話が多くなりましたけどね。いえ、すいません。なんか喋りすぎちゃいましたね、私。盛り上がった。そんだけ、私もこの作品気に入ってるから、い話や、が。嬉しいです。あ り気がに入っとうてごなざいいと、ます。もう5分ぐらい止まっちゃうんですから。それはないですけど、今までないですけど。どうぞ。はい。ありがとうございました。ちょっと花粉がすごすぎて、もう、鼻が、大変なんですけど。はい。締めね。でも、今週からですかそうね。関西でも、また大阪アジアンから戻って、今、東京で上映があって、関西、次は関西で上映できるということで、私も4月6日と7日に、はい、関西地区に伺いますので、ぜひ、ブルーイマジンを全国に広げていけるために、輪が広がるように頑張っていきたいなと思いますので、ぜひ、ご鑑賞いただけたら嬉しいです。番組としても微力ですけど、応援させていただきます。ありがとうございます。もう本日はもう忙しい中ね、出ていただきまして、お話できてありがたかったです。はい、すいません。喋りすぎちゃいいました。えいえ、よかったです。ぜひともね、関西でね、盛り上げていきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。